太平洋海岸山脈とは、北アメリカの西海岸と並行して、アラスカ州の南からメキシコの北、中部まで伸びる連続した山脈である。アメリカ合衆国では、公式にパシフィックマウンテンシステムと表現されることもある。この山脈は、ロッキー山脈、コロンビア山脈、インテリア山脈、インテリア大地、シエラネバダ山脈といった山脈や様々な大地、 盆地などを含む北アメリカ山系の一部である。しかし、太平洋海岸山脈という名称は、セイントイライアス山地、コースト山脈、インシュラー山脈、オリンピック山脈、カスケード山脈、オレゴン海岸山脈、カリフォルニア海岸山脈、トランスバース山脈、半島山脈、そして、シエラマドレオクシュデンタルで構成された。 ウエスタン・コルダレラのウエスタンシステムのみに適用される。海岸山脈という用語は、アメリカ地質調査所により、ワシントン州のファンデフカ海峡の南から、カリフォルニア州とメキシコの国境まで、およびピュージェット湾の西、ビラメットバレー、そして、セントラルバレーまでの山脈のみを指すために使用される。この定義には、シエラネーバダ山脈やカスケード山脈、モハーベ砂漠やソノラ砂漠、 すなわち、太平洋境界地方は含まれない。カナダでは、海岸山脈や、それに隣接するヘーゼルトン山脈、場合によっては、セントイライアス山地などの内陸山脈を指す際に、この用語が略式で用いられる。この山脈の特性は、アラスカにおける山脈で、記録的な高さを誇る氷河から、起伏の多いカリフォルニア中南部の山脈、 トランスバース山脈や半島山脈に至るまでかなり多様であり、カリフォルニアシャパラルと森林地帯ではカリフォルニアオーク林やシャパラルの低木林、または海岸政治林がそれらを覆っている。ブリティッシュコロンビア州とアラスカ州の海岸沿いでは山が海と混じり合い、何千もの島々と共にフィヨルドが複雑な迷路のような海岸線を形成している。 南カリフォルニアの沖合では、サンタモニカ山脈のチャンネル諸島がおよそ260キロに、渡って続いている。海岸平野は山を切り開いて堆積物を広げている、河口にあり、アラスカ州のカッパー川、ブリティッシュコロンビア州のフレーザー川、ワシントン州とオレゴン州の間のコロンビア川が、最も有名である。カリフォルニア州には、サクラメント川とサンワーキン川のサンフランシスコ湾、 サンタクララ川のオックスナード平原、ロサンゼルス川やサンガブリエル川、そしてサンタアナ川の注ぐロサンゼルス盆地、ミッション湾のサンディエゴ川などがある。北のサンフランシスコ湾付近では、当期にはアラスカ湾からの寒冷で、不安定な気団が、この太平洋海岸山脈の一つに上陸し、特にその西側の斜面で雨雪による大量の降水をもたらすことが多い。 同じ冬でも南カリフォルニアではその頻度や、降水量が少なく、山脈西側の斜面と山頂が東へ向かう、雨影を作り、乾燥したカリフォルニアの砂漠地帯を形成する。工術のリストからは除外されているが、しばしば含まれる。シエラ・ネバダ山脈は、カリフォルニア州東部の主要な山脈であり、カリフォルニア海岸山脈及びトランスバース山脈から、 セントラルバレーによってその長さの大部分が隔てられている。北アメリカの西海岸では太平洋海岸山脈と海岸平野が沿平を形成している。大部分の土地はその周辺に付着成長してきたテレインでできており、北部は島体が境界を形成する堆積したテレインである。この島体はアラスカ州のランゲリアテレインからカナダのチリワックまで続く。 7億5000万年前のロディニア大陸の分裂は、東、太平洋北西部にパッシブマージンを形成した。2億年前のパンゲア大陸分裂時には北、アメリカプレートが西への移動を開始し、新たにできた西の北アメリカ大陸に、活発な収束型境界を生み出した。大陸が西へ移動するにつれて、テレインはその西海岸へ堆積した。 境界の閉鎖は少なくとも1億1500万年前まで起こらなかったが、島隊が堆積した時期は不明である。大陸に付着した他の中世代のテレインは、クラマス山脈やシエラネバダ山脈、メキシコのゲレーロ州にあるスーパーテレーンを含む。8000万から9000万年前には沈み込んでいたファラロンプレートが割れて、北にクラープレートができた。 これによって現在の北カリフォルニアにプレートが集まりメランジュを形成する領域が形成された。その北にはコロンビア湾流があり、大陸境界部は周辺地域の東にあった。主要なバソリスの多くは白亜気候期のものである。ララミー変動が約4800万年前に終わると、最列テレーンの大積が太平洋北西部で始まった。これは 現在のカスケード山脈を形成するカスケード沈み込みいの火山活動を開始させ活動は中心よまで続いた。これらの作り山運動などはベースンレンジ南部における第三期の噴火に関連しているかもしれない。およそ700万から800万年前の北アメリカプレートの運動変化によってベースンレンジ地域の拡大が鈍化したため カリフォルニア湾で亀裂が生じ始めた。太平洋海岸山脈の多くは同じ地質史を共有しているが、その地域は地質学というよりは地理学によって定義されている。様々な山脈の多くは、リトルサンバーナディの山脈の一部にある、先カンブリア時代のものから、カスケード山脈にある1万年前の岩石まで、多様な地質時代の異なる形態の岩石で、 構成されている。一例として、中世代のバソリスで構成される半島山脈は、先カンブリア時代の編成岩と新世代の大積岩が混合して構成されるサンバーナディの山脈とは、地質学的に極めて異なる。しかし、両山脈は隣接しており、どちらも周辺地域に同様の経済的、社会的影響を及ぼすことから、 太平洋海岸山脈の一部と考えられている。太平洋海岸山脈は北から順に以下の山脈で構成されている。太平洋海岸山脈は以下のように世界最大の温帯表現を有し、それらは山脈としては名付けられていないが山脈と同じ意味を持つ。ありがとうございます。